シェクターはアメリカ合衆国カリフォルニア州のギターやベースを主に製造する楽器メーカー。参加部署として日本国内にダイヤモンドシリーズの輸入代理店業務と日本製シェクターギターの企画販売を行うシェクタージャパンが存在する。1976年にデビット・シェクターにより設立され一時期はペンサや サドースキーのボディやネックの製造した受け会社として名を馳せていた。1976年、デビッド・シェクターはカリフォルニア州バンナイズにリペアショップとしてシェクターギターリサーチをオープン。質素なリペアショップで交換用のネック、ボディ、ピックアップ、ブリッジ、ピックガード、ペグ、ノブ、ポテンショメータ、ー、その他様々なギターパーツを製造した。結局、 ギターを作るのに必要なすべてのパーツを製造するようになり、これらの部品はフェンダーやギブソンといった大メーカー、またはシェクターのパーツでギターを組み立てる小規模なカスタムショップへと供給された。1970年代後半までに400種類以上ものギターパーツを供給したが、完成品の楽器を供給することはなかった。1979年、シェクターは 初めて完成品のエレクトリックギターを供給した。フェンダーのデザインをベースにしたカスタムショップモデルである。これらは高品質かつ高価格で全米で20の小売業者でしか取り扱われなかった。1979年9月、ザ・フーのピート・タウンゼントのギターテック、アラン・ローガンが彼のためにシェクターカスタムショップ製のギターを入手した。それは テレキャスタースタイルのギターに2機のハムバッカーを乗せ、デスポールタイプのピックアップセレクターを採用したものである。タウンゼントはすぐに、それが気に、入り、ステージ用のメインギターにした。彼はその後も、類似のギターを入手したが、これは、シェクター製のパーツを使い、シェクター及び、イギリスのギター職人、ロジャー・ギフィンが組み上げたものであった。 タウンゼントはこれらのシェクターギターを1985年のライブエイド後まで使用した。1980年、ダイアーストレーツのマーク・ノップラーは、シェクターのストラトキャスタータイプのギターをバンドのアルバム、メイキング・ムービーズの録音に使用。ノップラーは多数のシェクターギターを所有している。2004年には彼のシェクターのうちの1本。 タバコさんバースト仕上げのストラトキャスタータイプがエリック・クラプトンのクロスロードセンター運営資金のために開催されたクリスティーズのオークションにマーク・ノップラー本人から出品され5万ドル以上で落札された。これはシェクターのギターに付けられた最高値である。1983年までにシェクターの生産能力は限界に達し、需要に応じることができない状況になっていった。 同年、同社の名声に目をつけたテキサスの投資家グループに買収され創業者であり、社長であったデビッド・シェクターが解雇される。彼らによって会社はテキサス州ダラスに移されたが、トム・アンダーソンをはじめとする従来からのシェクターの従業員の多くはそれについていかなかった。結果、この時期には貧弱なデザインアイデアと製品しか生み出されなかった。テキサスのオーナーの下で、 シェクター名義のギターが量産された期間は5年に満たない。同時期、シェクターは全ての生産がストップしていたため、当時は公表されていなかったが、ボディ、ネック、ブリッジ、チューナーは日本で生産されていた。その頃シェクターをプロデュースしていたのは、ハリウッドでギターリペアショップを経営していた女優である。1984年のナムショーで、 シェクターは12種の新しいギターとベースを紹介、すべてフェンダーデザインを元にしたものであった。このうち最も有名なものは、ピート・タウンゼントが使った、テレキャスタータイプに似たモデルで、非公式に、ピート・タウンゼントモデルと呼ばれるものである。この頃シェクターは、イングベイ・マルムスティーンとのエンドーサー契約にこぎつけ、スキャロップドネックとリバースヘッドが、特徴のカスタムギターを、 マルムスティーン用に作成した。1985年デュラン・デュランを脱退し、パワーステーションを結成した、アンディ・テーラーがトレムロックのブリッジで、ボディ、ネック塗装に、ハードウェアもオールブラックのストラトモデルを使用していて、来日公演の時もそれを使用、シェクターのスタッフがサポートした。同時記者家宅のキース・ウィンターも来日公演の時、渋谷区エビスにあった。 シェクター工房を訪れ、オールウォールナット仕様のストラトモデルをリペアしている。中野サンプラザ公園の時に、シェクタースタッフがサポートした。ピートタウンゼントモデルは、最終的に、サターンとなり、ストラトキャスタータイプのギターは、スコーチャーと呼ばれるようになる。新デザイン、低価格、シェクターギターの生産量の多さにもかかわらず、テキサスオーナーの生産する低品質ギターは、 幅広い興味の対象とはならなかった。1985年、女優は過去のバンドメンバーだった渡辺はじめを誘い C&J コーポレーションとして、シェクターの日本国内製造販売をスタートさせる。当時はまだ閉鎖されたとはいえ、ダラスでは全く使用されなかったので、バンナイズの工房、下請けにはかなりの数量のパーツが在庫としてあった。女優はそのパーツ、 ピックアップハードウェア等を仕入れ、ボディネックは松本の下請けに依頼し、スタッフを雇いまずは、都内専門店から卸売を開始した。1987年、テキサス投資家グループは会社を日本の企業家、渋谷勝負に売却。渋谷は ESP の創業オーナーでもあり、シェクターと ESP は、現在も別会社である。また1995年には、 ハリウッドの有名音楽学校、ミュージシャンズ・インスティチュートを買収し所有する敏腕経営者である。渋谷の所有家で、シェクターはカリフォルニアに戻り、徐々に名声を取り戻し始める。渋谷は会社を原点のカスタムショップへと戻し、すべての努力をハイエンドなカスタム楽器の製造に注ぎ込んだ。シェクターのギターは、再びわずかな小売店のみで入手可能になった。 その一つにハリウッドに店を構える渋谷所有のサンセットカスタムギターがある。この店は後にシェクターの社長になるマイケルシラボロが働いていた場所である。1995年、シェクターは S シリーズのギターとベースを発表。平均価格1295ドルのフェンダータイプのギターである。1996年に渋谷はシラボロに対し社長として会社を経営するよう、 要請した。シラボロは、自身も、経験豊富なミュージシャンであり、ストーンテンプルパイロッツのロバート・ディレオや、ホワイトゾンビの j e e n g a r ーと承認すると等、何人もの有名ミュージシャンとのエンドーサー契約を、会社にもたらしていた。シラボロは、フェンダーのデザインを全く好まず、過去のフェンダースタイルのデザインから距離を置きたかった。このため、彼は、アベンジャー、 ヘルキャット、テンペストといった製品をシェクターのカタログに加えた。また彼は大手メーカーに無視された若手ミュージシャンに手を差し伸べたかった。しかし当時は高価なカスタムギターしか生産しておらず、会社の生産能力は月40本であった。彼は理想を実現するため、高品質を保ったままで大量生産が可能な工場を探し始めた。1997年、 シラボロは東京ミュージックフェスティバルで何人ものアジアのギター、製造者と会い、最終的に韓国のインチョンにある工場に決定した。ギターは韓国で製造し、アメリカに送られた後にシェクターショップでセットアップという工程を経る。そして1998年のナムショーで、シェクターは手頃な価格で非カスタムラインのダイヤモンドシリーズを発表した。 1999年には7弦ギター A-7 アベンジャーがダイヤモンドシリーズに追加された。また、パパローチのミュージックビデオラストリゾートでジェリー・ホートンが手に潮目見えした C-1 も発表された。今日、シェクターは手頃な価格の非カスタムラインのギターをダイヤモンドシリーズとして量産しており、元来のシェクターのスタイルであるハンドメイドカスタムギターの製造は カリフォルニア州のカスタムショップにおいて続けている。アメリカのカリフォルニア州のカスタムショップ内ですべて CNC で木工から組み込みまでを行うオーダーメイドシリーズ。公式サイトでオーダーの見積もりや発注を受け付けている。シャクタージャパンではこれらのシリーズの代理業務は行っていないため、これらの製品は日本国内では販売されていない。 ダイヤモンドシリーズは1998年に発表され、すべて非カスタムの量産モデルからなる。このシリーズはデザイン的特徴を共有する、さらに細かいグループに分類される。シェクターはこのシリーズについては、一切のカスタマイズ要求に応じないと公表しており、そのためダイヤモンドシリーズはすべてあるがままで販売されている。ダイヤモンドシリーズのエレクトリックギターは以下、 ダイヤモンドシリーズのエレクトリックベースは以下。シェクター本社とは別に ESP 日本法人が手掛ける純日本製のギターシリーズ。創業当初、シェクターはワーモスやゴダ段と同様で木材をギターの未塗装の状態までのボディやネックに加工し、メーカーや DIY 用に販売する下請け会社であった。こういった業者は大規模な加工施設を持たない。 リペアショップやエンドース契約を結んでいない駆け出しのギタリストたちに人気を博した。そこに目をつけた株式会社ムーンギターズの制作部署の PGM が1978年にシェクターとライセンス契約を結び、アメリカでシェクターのビルダーであったトム・アンダーソンがボディとネック、ピックアップを設計製造の下、日本の PGM で組み立てるというスタイルで、 シェクターブランドのギターの販売を開始した。通常のストラトではなく、ディンキーボディなどを積極的に採用し、より実用的な様々な機能を搭載していたことから、スタジオミュージシャンなどの一定の層から人気を博し、シェクターブランドは買収されるまでの1983年まで続いた。1984年以降は、新たにトム・アンダーソンと契約を結んだためシェクターから、 トム・アンダーソン・ジャパンブランドへと名前を変えるが、トム・アンダーソンが下請けを中止したため1987年頃に幕を閉じた。渋谷がオーナーとなった1990年代頃から ESP 日本法人のもと、再び日本市場向けに純国産シリーズのシェクタージャパンを開始する。かつてのシェクターのように主に、リンキーボディを採用し、トム・アンダーソンとコラボし、 ピックアップ供給を受けるなど高級ライン製品も売り出していた。現在は東海楽器製造の OEM による10万円台のギターとグループ会社の ESP 製造による30万円台の高級ラインを展開している。また ESP 製造によるオーダーメイドも受け付けている。エンドース契約では小林真一や凛としてシグレ、ナイトデライトなどがいる。 シェクタージャパンシリーズの主な製品は以下の通り。長年にわたりシェクターは多数の著名ミュージシャンを引きつけ、その多くとエンドース契約を結んできた。一般的にシェクターのギターはヘビメタル、ハードロック、オルタナティブロックのミュージシャンに支持されている。マーク・ノップラー・ジェフ・ルーミス以下にシェクターを使用、所有している著名ミュージシャンを挙げる。 a b c d e f g h i j ジル・クリス・シェクター・ A ギター・ヒストリー・ギター・ワールド。二十七、七十六、八十。YouTubeVivo パパ・ローチ、ラスト・リゾート。二千十二年七月十五日閲覧。カスタムショップ。s c h e c t e r g u i t a r s com。二千十五年三月二十日閲覧。モーレンダ、マイケル、シェクター・ターンズ。三十。 g-u-i-t-a-r-p-l-a-y-e-r.com 2007年4月15日閲覧シーザーバイオグラフィー、プロフィール、フィルモグラフィー、ディスコグラフィーモア。ありがとうございます。